皆さんこんにちは、伊藤フォイスです。本日は滋賀県の月の輪にある龍神神社に行きたいと思います。駐車場は公園にある駐車場に停めて、そこから徒歩になるのでご注意ください。では行ってみましょう。もう桜の季節も終わりですかね。散り始めてます。神社を横から見るとこんな感じで灯籠がずらーっと並んでおります。ちなみに周りは住宅街です。はい、到着いたしました。こちらが龍王神社という神社です。ありますのでお願いします。では行ってみましょう。京都の役人が神殿開発を瀬々藩に申し出て、その先にため池が作られて龍神の祠を建てて、五穀豊穣の願いを込めて龍神様を祀ったのが始まりと言われている神社です。灯籠沿いの道の横には大きな池が広がっています。ひたすら砂利道なのでちょっと歩行はしづらいかもしれません。でもなかなか壮大な光景です。はい、到着いたしました。こじんまりとしておりますが、静かなところでいいですね。八坂神社より鳥居移転と書かれています。周りは木に囲まれて池です。また近くにも公園がありますので、ね、家族連れてきて参拝をするっていう方もおられるかもしれません。こちら本殿の隣にある鳥居です。中に石碑があったんですけど、大池って書かれた石碑がありました。大池っていうのはこの隣の池ですね。めちゃくちゃ大きいです。ちょっと来た時分からなかったんですけれども、駐車場の入り口のすぐ横のこの砂利の方をこっちに歩いていくと神社行けます。最後までご視聴ありがとうございました。伊藤フロイスでした。